お杉の話が始まるよ。お杉の一ワールチャンネル。迷うか。知らないんですかって、さあ知らないんですか、二度のダメだし、本当知らないんだ。有名なの、うん、今はもう結構有名ですね、講談師として。すごい人、ね、すごい人らしいです。知ってるの？雰囲気の近藤哲太郎さんと、ね、近藤KBC の近藤哲太郎さんみたいな感じの人ですね。いいわ、好みじゃないから。やっぱり絶対そうだと思う。いや、私が一番嫌と思うのは、うん、その、ちゃんとそういうことを持っている人が、うん、なんで私のことを喋ったのって言っていること、喋られたことを、あれの不愉快じゃなくて、うん、なんでって、私は私の言い方してるんで、うん、何を言われてもいいけど、うん、でもそれが返ってくるじゃん。そうですね、うん、その時に私は知らなかったから、うん、なんだろうと思うじゃん、うんうん、お杉さんにっていうよりも、お杉大丈夫チャンネルをやってるスタッフに対して頑張れよっていうような感じだったんですよね。あ、そうなの。そう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 。じゃあ私に、あ、お杉さんよりも、そのお杉の意地悪チャンネルをやってるスタッフにもっと頑張って人に見てもらうようにしろよみたいな感じの感じだったんです。そうあれ、なんかね、あの映画コメンテーターの有村今のことを喋った回があったじゃないですか。お杉さんはもともと有村さんのことをご存じないのに、スタッフがね、無理無理有村さんのことをこうね、こんな人がいるんですってつって泣きつけて、お杉さんはこの人知らないって言ってるのに、それにいろいろこう、またスタッフが言わせるとしててよみたいな感じで、で、その話だったよね。だからお杉さん自体っていうよりも、なんかそのやりそうな知らない人のことをっていうような話で振ってらっしゃった。でしかももっと再生回数が上がるように頑張れよみたいな感じだったから、私たちはどうもありがとうございますっていう感じで。あ、そうなの。そうそうそうです、そうです。どうでもいいけどな、その T シャツの絵ってあれです、ね、うさぎがちょ、あの、なんと、な、小中ギガーガーのやつです。あ、組体操してる。見てください、この哀れなカエルを。本当ね、このウサギがまたね、悪気なくやってるところが悪い。いや、昔書いたのよ、うん、そのこうもの、あの、いわゆるなんていうの、あの、そういうやつがあってね、それを見た時にやっぱびっくりしたもんね。なんか中には酒飲んでるやつとかいろいろいるでしょ。すごいよね。海外旅行って行こうと決めた時に、あの、何が起こってるか分かんないわけじゃん、世界中で。だからよっぽど気をつけてるなきゃダメなの。私は60代になってやめちゃったから、海外行くの、だから50代で終わったけど、でも30代の頭からずっと言ってたでしょ、毎年毎年、はい、だからすごく気をつけて出たんだけど、やっぱさすがポルトガルが一番良かったわね。あら、ポルトガルがいいですか。まずその何が一番いいと思いますか。美味しいものがたくさん。美味しいもの、ポルトガルって、うん、江戸時代に日本に来て、日本の洋食っていうのの基礎になったのね。ああ、そうですか。だからもうとっても美味しかったし、安いし、宝石も安いし、宝石、宝石、宝石、ジュエリー。
金も安かったし、それさ、私は金を買ってきてさ、で、うちに置いといたらピコがなくしたの。だからピーコとはさ、あの宝石とか金の話をしないのよ。で、この間ピーコ、金の一番大きい指輪をなくしたのよ、どこでなくしたか覚えてないのよ。あら、酔っ払ったのか、まあ、なんとか知らないけど、へぇー、黙るよって思ったけど。おすぎさんのダイヤの指輪が石だけで落ちて、嘘なんですか、会社で、嘘、何石で、石がないの。これで、これだけあったの、枠だけ、台だけ、枠だけ、これで、いや、出てきたんですけど、どこにあったの、どこでしたかね、部屋よね、あの会議室とか、よかったね、見たら本当に大事なんです。取られ取れちゃうような、はい、あの加工が悪かったな。もうこれだけでいい。チャンネル登録よろしくね。お願いします。